ネル登録してね。お願いします。すずねのピンチポジティブ。おはようございます、すずねです。本日はすずね天下ピフォーシーズン第最終回の収録ということで、東京都にございますパーラ朝日森下店さんにやってまいりました。まあ、なんとかね、なんとかポイントを抑えて抑えてやってきましたけど、ついに最終回ですよ。本日パーラ朝日森下店さんがすごい並びで、とりあえずなんとか番長3抑えてきたんですけど、結構、まあ、昨日当たりもついてる台でちょっと不安ではあります、正直。とりあえずサムネ、サムネカモン。もう一つだけです。はい、コードギアス。いや待って、エンディングで号泣。コードギアス自体がもう埋まってたの。じゃあミッション失敗ですか。いや、おかしくない？いやだって抽選しょうがないじゃん。だっておかしいじゃんそれ。失敗っすね。いや、おかしい。いや、それはおかしいね。視聴者の方思いますよね。おかしくないですか。撮る前からミッション失敗はやばいよ。今日は最終回ですよ。最終回なんでちょっと大勝利みたいな、勝利で飾るでとかそういうやつでいいじゃん。ダメなの？負けたら罰ゲームします、ね、いいでしょ、大勝利。最終回大勝利で飾るんで、とりあえずサムネはいいですけど、負けたら罰なんでしょ。でもじゃあ勝ったらだよ、勝ったらグッド数はとりあえず置いといてオフ会しましょうよ。ずっと言ってるし、オフ会、勝ったらオフ会、ちょっとオフ会やりたいです。今日勝ちます。よしよし、じゃあ行くよ。気合入れてくよ、気合入れてく。よし、すずねの定位置最終回頑張ります。はい、それでは本日フォーシーズン最終回、番長3の方を抑えてまいりました。なんとか取れた台なんで、ね、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。実は昨日もですね、収録があったんですけど、そこで番長3打ってます。2日連チャーで番長3打ってる感じです私。昨日と一昨日で結構当たりがついてるんですよね、全体的に。なので若干不安でもあるんだけど、もし上のまんまの台でねあれば、そのままリセットかかったらなくてもいい状態かもしれないんで、チャンスはあるかなと思っております。ちょっと待って、チャンス目です。このチャンス目から対決には行ってくれないかな。行ってほしいですね。あ、来る、対決来ます。もう一回チャンス目引きたい。いや、てかなんかもうあと2回ぐらい引きたい。先ほどもチャンス目からです。さあ朝の 10% ここ。はあ強いよ。さあここから、よし行きますね。今のベルで対決じゃなく、今のベルから特訓に入ります。ってことはこの特訓と今のこの前兆の間に引きたいんですよ、チャンス目を。書き換えよう、書き換えよう。さあ来ました、特訓。今日朝から2択当てたわ、素晴らしい。お集めてみたい。これ今のチャンス目対応じゃなかったかな、弁当かな。でも当たってると思うよ。さあ
よしかも MB ここいけるか。よし行きました。チャンス目からですね。はい201ゲーム更新は4回。よしいいぞ、いい調子だぞ。あの朝のね二択が当たったことが良かったわ。しかもここが今もう31なんですよ、ベルがちょうど。だからすぐ対決しますね。分かんないけどね、32までのこれ超えたら嫌だからちょっとあれだけど、まあ、多分来ると思います。まあ、自力感がすごかった今、すごい嬉しかった。冒頭の話聞いたんですよ、チャッピーとか。はいはいはい、あれがかなり評判良くて他の人ないって言ったんです。本当にさっき言ったノリオはなんかない。ノリオもあるよ。ノリオはね、大家族の一番上、お兄ちゃん。あんななんかもすごいバカそうで悪そうに見えるんだけど、兄弟のためにすごいね、いや兄弟思いのすごい優しいお兄ちゃんで、バドミントンが上手いのは、まあ、中学校の時にバドミントン部に入ってたからなんだけど、ちょっと対決します。さあベルから先メイコ、よしいいよ、一発目にもう一回ベルコ、いいよ当てる。おいおいおかい、おかしいやろ。あこれはね、縛る。まあ、ばあちゃんチョコミだからしょうがないか。上がれ、はいはいはい。さあここでボーナス、いや絶頂でもいいんだよ。朝一ボーナス欲しい。テラーガの対決、ここは勝ちたい、マジで。まああるかも。よし、中対決。ノリオ大家族やったら料理うまそうやけど。そうだ、料理うまいんだよ。回ってたじゃん、まあまあ。ノリオはね、料理うまいからいつも兄弟に作ってあげてる。いける、やっぱりね。あ、まあ料理うまいから、兄弟の、幼い兄弟のために作ってあげてるからね。でそう、バドミントンが強いのは中学校の時バドミントン部だったんだけど、兄弟とも一緒にバドミントンを遊ぶじゃん、お金ないからさ。でなんかすごい悪ぶってるんだけど、もうめっちゃ家ではめっちゃいいお兄ちゃん。さあ対決、ベルから MB 来い。よしあるよ、弱いな。赤カットインください。よし、いったー、チャッピー倒した。黄色1個ストップしました。なんで不良になったのかな、ちょっと疑問やけど。ちょっと親が貧乏すぎてくれた、家が貧乏すぎてくれた。はい、2日目、夏子先生。これ、ノリオは多分弟とか妹いるじゃないですか。はい、まあ、貧乏だからいじめられるんですよ、うん、あだからお兄ちゃんがわぶぶって妹たちいじめたら俺が許さねえ、動きやってるような気がする。いいって、それそれいいね、それでいこう。なんか俺急にノリオが好きになってきたそう、なんかさ、設定考えると愛着湧いてくんだよね、泣くの。15度とこのベルで対決が来てくれれば、いや終わるな、これあるか、頼む。ない。さあ、ストックはないけど、いや弱い、なさそう。
い、というわけで一泊しか182万円の価格で終わってしまいました。まあまあしょうがないね。あ、来ますね対決。さあ26のベルのところでまだだ。いやーどうだろう、いけるかな。さあ2択、いやーいけるな、今日2択いけるな。さあ対決はあるか、マダラは特訓あるかな。マダラはね、なんかボンボンの息子なんだって。それでもリアル設定のままだなと思って、なんか特になんか中身あんまない。マダラ人生が薄そう、うん、マダラなんか、いや何の苦労もしてこなくて、多分すごいボンボンの子で何の苦労もしないのに、周りが流行ってるからってことでちょっと長乱来てちょっとやんちゃぶってるだけ。全然マダラのこと好きやないんじゃろ。なんかあんま好きじゃない岩尾の方が好き。岩尾はじゃん、岩尾は、まあ、見た目がすげえ怖くて、確かね、すごい留年してんだよね岩尾、うん、で、留年しまくってて、見た目もちょっとマジでおじさんで怖いから、周りからすごい恐れられてるわけ、学校内でね。なんだけど、本当はね、めっちゃいいやつで、で、ある時学校の帰りに公園でね、子猫が捨てられてるの見つけるのよ。で、その子猫に、でも家では母ちゃんが猫飼っちゃダメって言うから飼えないから、お前も早く飼い主見つかるといいなって、ちょいちょいこう行くたびに餌とかあげてたりするわけ。けどある日、そのいつも通りね、公園に行こうと思ったら、他校の女の子が、どうやら高校生のね、女子高生の女の子が猫に餌をあげてる。で、お前かわいいねって言って、うちに来るとかって言ってんの。すごい優しく、その自分のね、この餌をあげたりとかして可愛がってる子猫に、こう優しくしてあげてる女の子を見つけて、ちょっと近づいてみたら、その子がすごい可愛くて一目惚れしちゃったわけよ、岩尾は。それがなんとミサオなの。ミサオのこと好きになっちゃったからね、岩尾は。番長の声がたきだよ、ことこ、番長のことをミサオが好きだっていうのをミサオ本人の口が聞くんだよね。こう相談を受けるようになるわけ、その猫を通して仲良くなって。だからすごいね、番長のことを根に持ってるというか、勝手に恋敵だと思ってる感じ。ミサオはさ、番長と一緒におるけさ、多分振り落とすの怖くないもんね。そう、怖いのもないけど、そう、全然平気。で、岩尾さ、もう年だし、まあまあで、見た目も、まあ、おじさんだしさ、運動とかも得意じゃないんだよ全然。だけど果敢に番長に挑んでいくの、声がたきだから。あ、もうすごくいい、それが、うん、ね、勝手な妄想な全部対決で勝ったけさ、付き合えるとは限らんねんけどね。そうなんだよ、プライドだよね。プライド、男のプライドをかけていつも岩尾は番長とやってんの。よし来た、対決ある。ここの対決大事に行こう、大事に。岩尾来い、岩尾、岩尾、さっさと岩尾しばくぞ。マダラおり、マダラじゃない、岩尾来てほしい。来るから。お父さんに似てるよチャッピー。お父さんに似てるよ。やめて、なんで押してんのチャッピーを。根性かっついてたから多分ね。特訓には入る。特訓には入るよ。ミントからお父さん見に来てんじゃねえよ。なんでチャッピー煽ってんだよ。バッチ応援して。さっきは好きやけど。え、鈴音さんのこと嫌いなの？鈴音さんのことはまだちょっとね、設定があん
鈴江さんの設定販売って何よ。でもね、こういう時こそね、イライラをしないでね、穏やかに打つ、それが大事。イライラしてもしょうがないから。あ、特訓来ましたね。おそらくチェリーから対決に行くパターンじゃないかな、これ MB チェリーか。早いな、大相撲。おラグビーになった。まだある、ちょっとだけ。お、チャンスですね。射程が2人来てる。あー、斜め来い。よし、あるよ。お父さん見に来てるよ。いける、いったー。よかったー。お父さん見に来てるのに、なんで私応援しないの。だからちょイライラしてきた。ようやくだ。はい、1152ゲーム投資31敗です。お、ちょっと長かったね。長かったよ。 MB チェリーじゃなくてチェリーからでしたね。失礼しました。チェリーから。ふぅ、落ち着いた。ちょっともう俺が誰応援しても大丈夫。それはムカつくからやめて。いや、笑い事じゃないんだよ。いくら使ったと思ってんの。31本だよ。私のボーナス、3ヶ月分のボーナス3万円しかないの。一緒一緒私の3ヶ月分のボーナスってことだよ、この今日なくなったお金は。頼む、やばくない。やばい。もうやばい。あえて日帰りはきついですね、やばい。え、ちょっと番長する嫌いになってきた。ミッションもそうだし、もう勝ちたいもん。もうペンチやめよ。結果マイナス48敗です。もうね、最終回じゃないですか、フォーシーズンので。罰ゲームがどうのこうのって話したじゃん。4万8000負けてるこっちがもう罰ゲームだよ、これが。おかっぱはやめようよ。いや、おかっぱやめよう。他の仕事にも響くし。いや、もうマジでそういうの嫌だよ。じゃあ、うん、その代わり罰ゲームはしようよ、うん、まあ、その代わり俺はないよ。もう俺はなし。いいよ、おかっぱ免れるならいいよ、うん、なんかおかっぱにしたいって、見た目から変えたいっていうのがあったと思うんですよ、うん、見た目のインパクト変えたい。なんで、なんかあの、まぼまぎ一回あったじゃないですか、コスプレ。ああいうことさせようかな。いや、もう辛いよ。あれもあれ罰ゲームだよ、もう。じゃあ、まあ見た目を変える何かしら罰ゲームがあると、まあしょうがないですね。最終回って普通勝って終わるんじゃないの。あと今日中に星座占いで最下位だったもん、天秤座。気持ち悪い。その話ちょっと胸焼けするわ。4万半戦負けた。まあでもフォースシーズンお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。新チームでね、ここまでやってきたわけなんだけど、まあ、次どうなるか分かんないですけど。そう、次ね、続きはある。フィストシーズンもやるんですもんね。なんかやることは決まってるっぽいですけど、俺は話聞いてないんで。私も何やるかとかって降りてきてないんですよ。俺も降りてきてないから、俺ないんじゃないかなって勝手に思って。終わり、コンビ、このコンビ終わり。えって、このコンビ終わり、次回が違う人、やる人だ。そうなんだ。いや、まあそれはそれでしょ。また大佐と笑うね。あれってなるよ、またあれって。まあ、またね、フォーシーズンを見てくださった皆様ありがとうございました。なんだかんだで天下一品もフォーシーズンまで来て、来シーズンはなんとフィフスシーズンとなりました。
ことごとくね負けた回を最後にお送りしてしまったのは心苦しいですが、次回からまたね新たな気持ちでフィフスシーズン頑張りたいなと思っております。それでは今日はこれから会社に戻ってちょっと仕事します。鈴音の天一、来シーズンもまた見てね。今日ってフィフス、今日フィフスですよね。いや、まあホースです。え、ホース。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドもたくさん押してね。グッドが増えると何かいいことあるかも。ぜひよろしくお願いします。